皆様、はじめまして、こんにちは、こんばんは。MM チャンネルの B です。はい。ということでですね、今自分でびっくりしました。これはですね、クリエイティブモードです。はい。ということで、本日は番外編といたしまして、以前にですね、猫ちゃんの、猫ちゃんハウスですね。はい。の猫ちゃんハウスの砂落下式のドアを作ったと思うんですけれども、そちらの回路について説明したいと、説明というほどでもないですけれども、回路はの部分は本編の方ではカットさせていただいていたので、大体ね、早送りだったりカットだったりなってると思うんですけれども、回路について、ちょっとこんな回路を組んだよというのをやっていきたいと思います。もし需要があればご覧ください。はい、ということでまず用意するものですね。まずはレッドストーンです。結構いっぱい必要です。そしてレッドストーンの松明、これは2個で大丈夫かな。はい。で、レッドストーン反復装置、リピーターですね。こちらは5個だったかな。5個か6個、そのぐらいです。そして粘着ピストン、吸着ピストンなんですね。失礼いたしました。普通のピストンに、スライムをくっつけたものになります。そしてレバーですね。であとは任意のブロックなんですけども、砂か砂利、落下させるのでね、砂か砂利かな？コンクリートパウダーってどうでしたっけね。ちょっと使ったことないのでわかんないんですけれども、落下するものだったら大丈夫です。で、今回は鉄のブロック。これはレッドストーンを引いたところですね。が分かりやすいように、今回はこちらを使っていきたいと思います。はい。ということで、まず、作りたい場所に2個置きます。で、その上に、私たちの場合だったら砂。あ、すぐジャンプしちゃう。ジャンプ間違えて飛んじゃいました。砂と、あと、砂利ですね。ここが花っていう部分になりました。で、まずこの2段目にブロックを置いて、もう1個こっちに置きます。で、このブロックは使いませんので、ここをなくします。で、このブロックのこっち側にレッドストーンつけます。そうすると、これが、ここの空間にレッドストーン装置があるということになって、ここが動くようになります。で、ここにくっつけます。そうすると、これがこっちとこっちに作用してるので、伸びます。こんな感じです。で、こっち側に来まして、ここに1個ブロックを置きます。で、ここで、レッドストーン、リピーターですね。反復装置を置きます。で、これに遅延を加える装置を作っていきます。で、ここにも、レッドストーンリピーターを置くんですけれども、ここは最大遅延にします。で、ここをつなげます。で、ここに、何回路って言うんでしたっけ？ちょっと私、全然詳しくないんで、あれなんですけれども、ここに、回路を組みます。なんか一瞬切るみたいなやつです。一瞬切るっていう、なんていうんですかね。で、この上にブロックを置きます。で、またここにもブロックを置いて、こっちに進めさせるので、ここにリピーターを置きます。でですね、これが反応するとガションガションってなって、一瞬で結構信号がこのブロックで途切れるっていう回路なんですね、これ。で、なんでそんなことをするかって言ったら、ここを、時間差で、戻ってくるようにしないといけないんですね。じゃないと、なんかうまいこと、このピストンがくっついちゃって戻ってこなくなるんですね。なので、そのために遅くさせます。で、こっち側に、今度はこっち向きに回路を貼ります。で、ここをつなぎます。で、こっちも戻ってくるようにしないといけないので、ここにも回路をつなげます。で、ここですね。で、同じようにするんですけれども、こっちをもうちょっと遅くしないといけないので、2遅延にします。で、さっきの回路とつなげます。クロック
回路だったかな、なんかちょっと私全然自信がないです。これで完成です。すごい早いの、これだけです。うまくいってるかどうか動作確認ですね。本編ではこっち側に結局つなげましたね。でここにレバーを持ってきて、これでうまくいけば OK。 よいしょ、大丈夫ですね。下がりました。で、こうすればいいのか、これでいけるか、お、いけましたね。ここかしら、あ、大丈夫ですね。こんな感じで戻ってきます。こういう感じですね。ちょっとじゃあ分かりやすく、はい、ちょっと分かりやすくしました。こんな感じですね。あそこが地表だと思ってください。で、地下にこういう回路を作ると、よいしょ、こんな感じですね。今ちょっと土とか砂利が出っ張ったのでおかしいかなって思うんですけれども、もともとを周りを砂の何かとかで作っておけばちょっとごまけるかなみたいな感じですね。ちょっと一回、まあ、例えばこういう風な感じになってたとしたら、こうするとここに扉ができるよっていうことですね。こんな感じで一応隠し扉みたいにはなるんですけれども、このレバーの持っていき方が私たちはわからない難しいんですよね。表裏につけたらいけるのかなと思っていろいろと試行錯誤したんですけれども、そうするとこっちの回路に干渉してしまったりするので、あと干渉しないように遠くから引っ張っていったりとかしたら、今度その遅延させるののタイミングが分かんなくなってしまったりして、結局は私たちの場合はこの横ですね、よいしょ、ここに引っ張ってくるっていう、この上にレバーをつけるっていう強引手段で解決ではないんですけどなりました。はい、ということで今回はこの砂落下式の装置の作り方を説明させていただきました。で多分私たちのやつよりももっと分かりやすく説明してくださってる動画とかもいっぱいあると思うので、そちらの方も参考にして、まあそういう回路があるんだなと思っていただけたらと思います。ちなみに私たちは全然レッドストーン回路詳しくないです。この装置を作るのにももうね、何個いっぱいいっぱい練習のやつがいっぱいありますはい、でもなんか壊したりとかしながらなんで、もうちょっとこれだけじゃなくてもういっぱいいっぱい練習してこんな感じに出来上がったので、まあ、どうにかして装置、もうちょっとね、スマートな装置の作り方とか、もしご存知の方いらっしゃればコメントいただければと思います。はい。ということで、本日は、一人でお送りさせていただきました。はい。では、本日も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。あ、ペコってできないの？クリエイティブあんまり使わないからわからない。できないんですね。そっか、スニークないみたいです。失礼いたしました。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。また見てね。バイバーイ。